ハマちゃんズでございます。今回はですね、爪切りのお話をさせていただこうかなと思います。皆様方こんな時期ですからね、ちょっとまあお時間があるんじゃないかなと思いますので、ちゃんとね、爪のお手入れぜひしてあげてください。匂いチェックはいいですか？いいですか？はい。私のところは、まあ、この2つを主に使って、お手入れをさせてもらっています。まあ、1つは、このね、まあ、ヤスリでございましょうか。爪最後切った後のお手入れと。で、爪切りはこちらギロチンタイプを使っておりまして、まあ、これは大型犬から小型犬まで万能で使えるタイプですね。これを使っております。はい。ね。いいですか？確認します。はい、もーちゃん確認しますかね。はい、どうですか、なんか匂いますか？あんたらの匂いだよ、あなたらの、あんたらの匂いで、あんたらの匂いで、それは嗅いでるけど、はい、爪のお手入れはね、しっかりぜひね、やってあげてください。だいたい2週間からまあ、3週間の間にね、一遍お手入れをするという感覚が、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思います。トリミング行ってる方はね、そこでやっていただいてると思いますが、2ヶ月に一遍とかの割合ですと、当然ながらやっぱ長い状態になってしまいます。この長い状態っていうのはですね、まあ、人間の爪と、まあ、一緒です。ね。結構こう、まあ、ちょっとした衝撃で、バリンと。まあ、欠けちゃったりとか、ひびが入ったりとかね、どうですか皆さん、痛い思いを過去にしたことないですか？まあ、常に爪切りやってる方あんまり、ないかもしれませんけど、爪をね、まあ、ほっぽりっぱなしにしてちょっと長いって、まあ、そういうことが起きたことがね、まあ、過去にあるよって方はね、まあ、あれと一緒です。ちょっと痛いですね。ワンちゃんもやっぱり痛いですから、爪の手入れっていうのはね、ちゃんとやってあげてください。しっかりお散歩。しっかりお散歩している方はね、そんなのね、まあ削れるから、ちゃんと歩いてればね、削れるから、散歩してればね、爪切りなんか、まあいらないんじゃないっていうふうに考えている方もね、中にはいらっしゃいます。ただそれだと半分正解で半分間違いでございます。これ理由がちゃんとございまして、ワンちゃんのですね、前足と後ろ足、ね、前足後ろ足っていうのは均等に力を使って歩いたり走ったりしているわけではございません。必ず偏りがあります。で、ワンちゃんはですね、後ろ足をすごく力を入れて歩いたり走ったりします。特に出だしですね。歩く一歩目。の時に結構ガッと力を入れます。まあ、地面をこう爪で引っかくような感じで歩きます。まあ、スピードに乗ればね、シュッ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 っていう感じで行くんですけれども、最初のやっぱり、一歩目ですね。一歩目がガリッと行きますからね。その時に削れたりしております。で、前足は、スッスッスッとこう添える感じで、歩いておりますので、力加減としましては、後ろ足が7割前足が3割程度の力で、まあ、歩いているよという状況になります。そうするとね、当然ながら力が強いですから、後ろの足っていうのは削られやすい、まあ、短いのは当然。ところが前足っていうのはやっぱり力がね、後ろ足より弱いですから、長かったりします。ですね、まあ、やっぱりちょっと長めになっているという状態がありますから、前足はね、しっかりとお手入れをね、してあげていただければなと思いますし、まあ、後ろ短いからといって何もしないんじゃなくて、こういったヤスリのタイプのもので削ってあげて、毛がないようにしてあげてください。ワンちゃんね、やっぱりね、こうやって描くワンちゃんいますね。この時にですね、当然ながら爪立ててます、これ。こうやってやるときね。爪立ててやってますから、お手入れしてないところ、爪バリバリで、ね、状態でガリガリやってますからね。皮膚ガリ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 で、ね、すごくこう、傷つき、
やすくなってしまいますから、お手入れはちゃんとね、してあげて、ください、ね、で他にもですね忘れてはいけないのが前足のこの老巣部分ですね。老巣という爪の名前なんですけど、ね、前に4つ爪があって内側にもう1本ここに爪がございます。指と爪があるんですね。まあ、普通というか、まあ、通常であればね、ございますが、生まれ持って、障害でね、まあ、ここがないよっていうワンちゃんもいますけれども、基本はございます。その爪はですね、ちゃんと伸びていきますし、コンクリートには、擦れませんので、順々伸びていきます。で、伸ばしたまんまにしちゃうと巻き爪になっちゃいますよね。こうやってぐーっと、ドゥ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 って巻く。最終的には皮膚にぐさっと刺さってしまいまして、歩くたんびに激痛が走ると。こういう形になりますから、この老巣の部分もしっかり切ってあげなきゃいけません。はい。ね、いかがでございましょうかね。皆さん、爪の部分でございますけれども、しっかりとね、お手入れしてあげてください。特にね、散歩しているときに、ワンちゃんが歩くたんびに、こうズー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 音鳴ってるような場合、皆さんどうですか？ある方、爪が多分長いと思いますので、歩き方の問題というよりか爪が長い、ね、爪をしっかり切ってあげると歩く時のこう、擦れる音っていうのがねやっぱなくなってきたりもしますので、しっかりと爪は切ってあげてください。ご参考になりましたでしょうか。次回もぜひご覧ください。バイバイ。